ナンバーアンダーライン愛、透明になりたいが0.4万 DL で1位を獲得。現代社会に響く歌詞の秘密とは、ナンバーアンダーライン愛の魅力をランキング上位5曲から徹底解剖。ゴートレシピ INZM 倍7分の24。ナンバーアンダーライン愛の音楽シーンへの登場は、まさに驚異的と言えます。音楽界に多くのグループが存在する中で、彼らの成功は単なる偶然ではなく、 その背景には数々の努力や挑戦、そして強い意志があるのです。2024年9月24日、オリコンデイリーデジタルシングルランキングでトップ5を独占し、トップ10には8曲がランクインするという偉業を達成した彼らの成功は、多くのファンにとって感動と興奮をもたらしました。平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人からなるナンバーアンダーライン愛は、それぞれが個性豊かでありながら、 完璧な調和を見せるグループです。彼らの音楽は、単なる音楽という枠を超え、感情や思い出、そして人生の瞬間を形作るものとしてファンに愛されています。特に今回、楽曲、透明になりたいが0.4万ダウンロードで1位を獲得したことは、彼らの音楽がリスナーの心に強く響いている証拠です。この曲は、透明感のあるメロディーと繊細な歌詞が特徴で、 現代社会で多くの人々が感じる孤独感や自己喪失感を巧みに表現しています。続いて2位には、強盗がランクインしました。この曲は、力強さと挑戦の精神を感じさせるもので、リスナーに対して、自分の限界を超えろ、というメッセージを届けます。3位にランクインした、レシピは、愛や友情、人生の様々な要素を、レシピというテーマで表現した楽曲で、 聞くももに優ししいぬくもりをもたらします4位の INZM は現代のデジタル社会と個人のアイデンティティをテーマにしておりリズムとビートが心地よくダンスミュージックとしても人気を集めています。そして5位の倍7分の24は日常の喧騒から解放される瞬間を歌った楽曲でリスナーにリラックスと癒しを提供します。これらの楽曲はどれも異なるテーマやスタイルを持ちながらも ナンバーアンダーライン愛の独自性が感じられるものであり、彼らの音楽の幅広さと表現力を示しています。しかし、このランキング結果を見て思うのは、彼らがただ一時的な人気を得ているわけではないということです。多くのアーティストが瞬間的なヒットを飛ばす一方で、ナンバーアンダーライン愛は一貫してファンに支持され続けているのです。それはなぜか。ここで一つの仮説を立ててみると、彼らの音楽が、 時代のの鏡ととししてて役割を果たしていることが挙げられますつまり、彼らの楽曲が現代社会のさまざまな課題や感情、変化に敏感に反応し、それを音楽という形で反映しているのです。例えば、透明になりたいが描く孤独感や自己喪失感は、SNS やテクノロジーの発展によってますます孤立感を感じやすくなっている現代の若者たちに共感を呼び起こしています。また、 強盗が示す挑戦のメッセージは、成功や自己実現に向かって努力することが求められる現代の働き方やライフスタイルにリンクしています。このように、彼らの音楽はただエンターテインメントとして楽しむだけでなく、聴く者にとっての共鳴や癒しとして機能しているのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、彼らが常に進化し続けていることも大きな要因として考えられます。 彼らはデビュー当初から、ファンの期待に応えるだけでなく、常に新しいサウンドやコンセプトに挑戦し続けています。それが今回のランキング結果にも反映されていると言えるでしょう。これだけ多くの楽曲が同時にトップ10にランクインするというのは、彼らの音楽がどれだけ幅広い層に支持されているかを物語っています。若者だけでなく、大人世代にも響くメッセージ性や、リズム感、メロディーの美しさは、 年齢や性別ををえてて広がりを見せていますこの点について、彼らの楽曲制作プロセスやクリエイティブチームの働きも見逃せません。音楽は一人で作り上げるものではなく、多くの人々の努力や情熱が結集して初めて形になるものです。彼らの成功は、まさにチーム全体の協力とアイデアの結晶であり、彼らがどれだけファンの声を大切にし、音楽制作に反映しているかが感じられます。また、 今後彼らがどのような方向に進むのかについても、興味がつきません。現代の音楽シーンは非常に移り変わりが激しく、次々と新しいトレンドやアーティストが登場しますが、ナンバーアンダーライン愛はその中で独自の道を切り開いていくでしょう。特に、彼らの楽曲がこれまでにないテーマやスタイルを取り入れていることから、今後もファンにとって予想外の驚きや感動を提供してくれることが期待されます。このように考えると、 彼らの成功は単なるランキング1位という数字の結果だけではなくその背後にある深いストーリーや努力そしてファンとの強い絆が支えていることがわかりますまたナンバーアンダーラインアイの成功の背後には現代の音楽業界における変化も大きく影響していると考えられますデジタル技術の進化により音楽の制作や配信プロモーションの方法は劇的に変化しました 従来の CD 販売やテレビでの露出が主要なプロモーション手段だった時代とは異なり、今では SNS やストリーミングプラットフォームがアーティストの成功に大きな影響を与えています。ナンバー・アンダーライン愛は、このデジタル時代の変化を巧みに利用しているアーティストの一例です。彼らは SN、SNS を通じてファンと直接コミュニケーションをとり、日常の出来事や音楽制作の裏側をシェアすることで、ファンとの距離を縮めています。 これにより、彼らの楽曲がリリースされるたびにファンの関心が一気に高まり、結果的にランキングにも反映されるのです。また、ストリーミングプラットフォームの活用も、彼らの音楽が世界中のリスナーに広がる要因となっています。特に、日本だけでなく海外のリスナーにも彼らの音楽が受け入れられ、多言語での反応やフィードバックが寄せられていることは、彼らの国際的な成功を予感させます。 彼らの音楽が国際的に評価される理由の一つには、その普遍的なテーマが挙げられます。孤独や挑戦、愛といったテーマは、文化や言語を超えて多くの人々が共感できるものです。例えば、透明になりたいが描く自己喪失感や、強盗のメッセージする自己超越の重要性は、グローバルな現代社会においても多くの人々が直面している問題です。これらの普遍的なテーマが、 彼らの音楽を日本国内だけでなく、世界中のリスナーに受け入れられる理由の一つとなっているのです。また、彼らの楽曲が持つ、日本らしさも、国際的なリスナーにとって魅力的な要素であると言えます。特に、繊細なメロディーラインや詩的な歌詞の表現は、日本の音楽文化の特徴として知られています。海外のリスナーにとって、このような要素は新鮮で魅力的に映ることが多く、 彼らの音楽が異なる文化圏においても高く評価される理由の一つです。そして、彼らの成功を語る上で忘れてはならないのが、ファンとの深い絆です。No.1Line I は、単に楽曲をリリースするだけではなく、ファンとの双方向の関係を大切にしています。ライブパフォーマンスやイベントでは、彼らは常にファンとのつながりを意識し、彼らの声に耳を傾けています。このようなアプローチは、 彼らの楽曲がリリースされるたびに大きな反響を呼び、ファンが熱狂的にサポートする理由となっています。ファンとの絆は、単に音楽を聴くだけでなく、彼ら自身がその音楽の一部であるという感覚をファンに与え、より強い結びつきを生んでいるのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性も、彼らの魅力を高める要因となっています。平野翔さんは、 そのカリスマ性と多彩さで多くのファンを魅了し、神宮寺優太さんは、その優れた表現力と感受性でリスナーに深い感動を与えます。また、岸優太さんは、そのリーダーシップと親しみやすさでグループをまとめ、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。これらの個性が一つに集まり、ナンバーアンダーライン愛というグループの独自性と魅力を形成しているのです。このように、彼らの成功は、 単なる音楽のヒットにとどまらず、デジタル時代の新たなアーティストの姿を象徴しています。音楽そのものだけでなく、ファンとのつながりや、SNS を駆使したプロモーション、国際的な視野を持ったアプローチなど、現代におけるアーティストの成功に欠かせない要素をすべて兼ね備えています。これからの彼らの動向にも大いに期待がかかります。彼らが次にどのような楽曲をリリースし、どのようなテーマを取り上げるのか、 ファンだけでなく音楽業界全体が注目していることでしょう。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功を通して、音楽が持つ力についても再認識させられます。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントとしてではなく、聴くものに共感や癒し、時には挑戦の勇気を与えるものです。音楽は、時代を超えて人々の心をつなげ、感情や経験を共有する手段として、 これからも重要な役割を果たしし続けるでしょう。ナンバーアンダーライン愛はその象徴であり彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動と希望を与え続けることは間違いありません。